なかなか取れない。お腹の脂肪、米、クラファンで3000万支援、ダイエットへの道へとして多くの反響の声、また数々のメディアにも掲載、たったの3秒。お腹に当てて簡単スキャン。たったこれだけで自分の体脂肪が一瞬にしてわかる。スマホ連動体脂肪スキャナー、ゲロ。こちらを紹介していきます。オッケー、リアクションオッケー、よー、さあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちら、いろいろと賞を取っております。こちらパッケージ開けていきます。美しい USB 操作ガイド、アプリはこちらから。こちらが本体でございます。めちゃくちゃ軽い。本体の裏側、こちら電源ボタン、この2箇所でスキャンします。本体重さは 116g、 めちゃめちゃ軽いです。商品スペックを紹介。バッテリー容量は 1050mAh、 連続動作は1日1回の使用で4ヶ月持ちます。充電時間は 3.5 時間。このスキャナーは内臓脂肪レベル、皮下脂肪レベル、腹部脂肪率をたった3秒で測定できる画期的な商品です。一般的に測定器、ある程度設定に時間がかかったり持ち運びが難しいというデメリットがありますが、こちらのベロ、はい、ポケットにも入ります。手のひらサイズ、手のひらサイズ。この動画では実際に使ってみた使用感、おすすめポイントなどをレビューしていきます。体脂肪を測る、あー、あれね、よくあるやつね。ちょっと待てい、よく足を乗せて測る体脂肪計とは違うんです。 BMI、 ボディマス指数、こちらは体重の尺度として広く使われておりますが、実は腹部脂肪とはあまり関係がありません。要するに自分自身のお腹の脂肪率は教えてくれません。お腹の脂肪増大が含むリスク、はい、そんなわけでご飯を食べると腹に入る、そんな大事な腹部健康のために監視及び管理をする必要があります。このベルが持つ金赤外線技術は脂質、水を測定、いつでもどこでもお腹の脂肪を正確に測定することができます。ベロの特徴、大きく分けて2つございます。1つ目、あなたのお腹の現状はどういう状態なのか、目標までどれくらいなのかを正確に知ることができます。2つ目、毎日体脂肪スコアをつけ、目標まで順調に進めることができます。ベロで測れるものは3つございます。内臓脂肪レベル、こちら基準値より高い場合、同年齢同性別の人と比較してリスクが高いです。早急な生活改善が必要です。皮下脂肪レベル、腹部の皮下脂肪の量を同じ性別の平均的な量と比較して点数化したものです。腹部脂肪率測定部位、特定腹部を構成する成分のうち脂肪密度のパーセンテージを表示してくれます。そんなわけでいつでもどこでもお腹に当てて3秒当てるだけで、この3つを簡単に測定することができます。この本体だけではですね、何もできません。お持ちのスマートフォン、 iPhone、 Android、 どちらでも対応できます。スマホの無料のアプリを使うことによって成功に近づけるアイテムとなっております。使い方、この操作ガイドの中にですね付いておりますので入れていきます。はい、こちらベロ体脂肪スキャナー、こちらをタップしていきます。こちらに入りました。押していきます。お腹の脂肪をチェックして健康管理をします。正確な技術を使用しておりますので安全です。ベロはお持ちですか？もちろん持ってます。さあ、あとアドレスを登録していきます。メールを送信していきます。はい、こちら押していきます。監督ジャパン、利用規約、まあ、とりあえず全部入れとこうか。何？フィートだと、フィートわかんね。え、あ、ちょうどですね、身体検査の結果が出てきたので今見たいと思います。いや、でもここで重大な病気がわかるという可能性もあるからな。怖えな。健康診断結果報告書、脂質異常症。何？血液中のコレステロールや中性脂肪が軽度の異常です。マジか。というわけで身長が 168.8、 1センチ縮んだ。その他は特に異常なし。検索に入れると自動的にですね、このフィートを出してくれますので、フィートで言うと 5.511、 5.11 と石塚監督 58.8、 ウエストサイズ、あ、でも肥満度はマイナス 6.2 だと、は 71.8。 じゃあこんな感じでベローに接続する準備ができましたか？はい、接続しましょう。こちらですね、トップボタンを長押してデバイスに電源を入れます。ついた。はい、つながるか。はい、でペアリングは1を6回ですね。1、2、3、4、5、6、ペアリング、お、接続されました。ステップ1、おへそ 2.5 センチ上に置き、トップボタンを1回軽くタップします。 OK、 いくぜ。 2.5、 まあこんくらいかな。タップ OK、 スキャン
をスキャン完了。デバイスをおへその 2.5 下トップボタンを1回軽くタップ。スキャン中。スキャン完了。というわけでデータが出ました。死亡率5、やべえ、腹部死亡率 59.9。 出てます、出てますよ。代謝健康指数は B、 良い、ベロの平均範囲内です。というわけでこういう感じで管理ができます。こちらで、なるほどね、自分のその数値化することによって このベルなんですけども、こちら1台で4名まで登録できます。自分のデータはそれぞれのスマホに入れますので、家族で使う方も自分の情報が家族にバレなくていいので、安心です。いかがだったでしょうか？テレワークでかなり運動不足な方、ダイエットを成功させたいと思っていても動けない方、ウエストサイズが気になる方、毎日健康で元気に過ごしたい方、そういった方におすすめです。実際にですね、こちら使ってみて、まずやっぱりいいのがめちゃくちゃ軽いところ、本当に軽いです。個人的に超おしゃれ、はいはい、ここ手にフィットして持ちやすい。そして何よりも操作が簡単、腹にこうつけてこのトップボタンを押す、それを3秒間待てばできるというこの簡単さ、毎日やって腹の体脂肪率下げていきたいと思います。これを繰り返すことでこの測定結果グラフや表にもしてくれます。可視化することでちょっとやべえかなと、おいいじゃんみたいな、自分の体型や健康維持、健康管理、簡単に把握することができます。たった3秒。お腹の上に当て、スイッチ。そして、カーブ、タップ。はい。というわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。3000万超子、体脂肪スカナー。バッテリー容量。ちょっと待て、毎日、ベロ。